つけてたっぷりつけて。はい、皆さんこんにちは、ペペペです。今日はですね、ヤンコチを食べに行きたいと思います。ヤンコチってのは羊肉を棒にぶっ刺して焼いて食べる焼き鳥みたいなようなものなんですけど、それが、羊だということで、最近は韓国でそんな稀ではないですね、ヤンコチの店結構あるんですね。とあるソウルにあるヤンコチの店に行ってヤンコチ食べてみたいと思います。韓国ではこういう風に羊肉食べてんだよなということで、楽しんでいただきたいと思います。じゃあ行きましょう。場所はここです。下の概要欄にも書いときますので、後ほど参考にしてください。串に刺してない羊カルビとかもありますが、王道の串、これ一つずつ注文しました。中国の酒はそんなに飲んだことないですが、お酒の種類も豊富ですね。羊以外も中華的な料理も販売しております。酢豚とかトマト卵炒め、麻辣豆腐とか、そっち系ですね。ここに来る理由はシンプルです。飲むためです。おかずもそうです。飲めってものしかないですね。羊が出る前に喉に潤いをですね。완전모두맛있네요예예예새콤달콤한맛오좋습니다では宴会スタートです。羊ってクミンたっぷりの方が美味しいっすよ。羊乗せていきます。これ韓国特有ですかね。ここにお肉乗せると自動でくるくる回るんですよ。針のここは磁石みたいな感じでくっついて、台は左右に動いて、乗せたらお肉くるくるモードに入ります。この便利な文明の機械、文明の発展とは美味しくなるってことですよね。これがこんがりっていう言葉の意味ですよね。美味しそう。ではいただきます。いただきます。まず南物県で、おお、うわうわ、ちっちゃまった。お肉はココニャさんでこんな風に取れます。串の下の方を食べる時も、横から外さなくても箸で取らなくても美味しく食べれます。한입먹자마자두씨가폭발을합니다。와진짜맛있네이거。술을참을수가없네。와살짝돌이켜먹으라고이렇게안내를해주셨는데，와완전레어스테이크그이상으로맛있네。直火の羊肉すごい美味しいですよ。わあ、びっくりした。さらにお値段もリーズナブルで、こんな形で気軽に食べれるじゃないですか。この焼き鳥でですね。クミンもたっぷりつけて一緒に。こりゃお酒止まんないっすね。いただきます。うん、おお、わあ、ちょっと待った。抜群ですね。これ以上の組み合わせあるかぐらい美味しいですよ。わあ、ちっちゃました。わあ、濃厚ですよね。よたれと한번맛을보겠습니다。よたれと。그냥찍어먹으면맛있겠네。風味ですね。風味、羊肉の風味ですね。おお、わ、すげえ美味しい。これも乗せてですね、これを乗せていただきます。うん、おうめ。촬영접고소맥겁나먹고싶다지금。
있는 진타오. めっちゃんだわ。ニンニクも注文しました。生で皮と一緒に焼いてゆっくりです。日本の方にアグレッシブって感じですかね。甘いよ。ニンニクも甘くて美味しいです。これビールだけじゃ済まないですね。食べ物もくるくる、人間もくるくる、この人生もくるくるですね。그래서소맥이랑양꼬치찍어서여기였어한입가득주시한느낌듭니다오양꼬치맛이진짜진합니다좋은데술을안먹을수가없는조합입니다食事会とかここでやるんやったらシラフじゃ帰れない、まあ、シラフというか帰れるかどうかですね。基礎本能よっぽど強くないと帰れないと思うんですね。お酒呼びますね。呼びすぎるわってぐらいお酒呼びますね。もうちょいってことでナス料理も注文しました。中華風の揚げてからさらに炒め、味の濃いソースをかけてますね。ナスと一緒にいただきます。熱々ホクホクの食感がすごいですね。ナチュラルなナスの味もいいですね。中国風で揚げて炒めてっていうやつですよね。これもこれですよ。酒熱いうちにですね。うわこれうまいわ。でかいピーマンも一緒にですね。このテクスチャーでお味想像していただきたいです。ホクホク、熱々、酸味も甘みも良くて、ナスのアーシな味が感じられるかと思ったら口の中で溶けてしまう、そんな美味しいナス料理でした。맛있어요ジューシーで豊富な脂身たっぷりのお肉と飲みたい本能、ここで叶えられます。酒好きの方にはぜひチェックしていただきたい店です。ということで今日もごちそうさまでした。